二郎長放浪記は、朝田哲也による日本の小説。最初、清水港のギャンブラーの題名で発表され、後に解体された。原恵一郎によって漫画されている。コミック欄2005年9月号から2007年6月号まで連載され、第一部の完結という形で終了した。後に、東海道一の大家分になる男にして、と聖人のバクトである。 清水次郎長の活躍を描く。腕利きの幕と次郎長は噂の飛ば、ザクロデンの存在を知らされ、狂気の幕地勝負に足を踏み入れていく。文庫本巻末の丸谷最一の解説によれば、朝デンの数々の作品の中では、噂によればあまり売れなかったらしく、その理由として、作品の内容が不愉快なことばかり書かれているためであると記述されている。 原恵一郎が近代麻雀に連載していた麻雀放浪記しのぎの明が竹書房の方針により第7巻を最後に出版停止し、記出の単行本も絶版になったことや次郎長放浪記も連載して単行本が出るまで1年以上かかったことから出版をあまり期待していなかったファンが多かったとも言われる。後に最終巻の第3巻も出版された。 本編は原作小説の内容に忠実に漫画化したものではなく、あくまで原作の世界観、エピソード、セリフ、設定の一部を引用し、原恵一郎が独自の構成で描いた漫画である。また、原作小説自体が清水二郎長の伝記ではなく、実在の人物とは直接の関係がない創作である。ため、本編と実在の清水二郎長とはほとんど別人である。 清水にある米丼屋、高田屋の主人の養子、次郎長は、店の仕事をサボり悪ゆうのかわず剣と共に、ヤクザの親分、琴美が仕切る戸場に赴いて、博打の優越に浸っていた。そんな中、剣吉という名のバクトが現れ、彼の持つ技に惹かれた次郎長はイカ様をする理由を、聞いた上で互いに認め合うバクトとして、検討を祈った。翌日、虚無像が次郎長の前に現れ、 彼に25歳以上は生きられないと告げられてしまう。このことが、後の東海道一の大家分になる運命に導く、決め手となった。その晩、河津県と共に、相変わらず、賭場に来ていた次郎長に天気が訪れる。県吉が、ことみに様を見破られ、右腕を切り落とされてしまった場面に直面した、次郎長は、体内から逃げたぎるような気持ちになり、 ジップで歩くも踏みの三衛門の血が目覚め、賢吉が犯した様の証拠をもみ消したのだ。そして小富の戸場から逃亡した次郎長は、賢吉を連れて、川津県と別れ、清水を後にした。翌年、次郎長は、山本政五郎と対面し、彼から、家老の息子、雪信を救出するために協力を申し出られる。承認した次郎長は雪信が、質になっていると言われている。 ザクロデンに赴もき、血なまぐ臭いは口地獄をくぐり抜けていく。その長本人である、ホゲタクロクと、森の石松が現れ、彼らと白熱した勝負を繰り広げる。白熱した勝負の末に、次郎町体制が勝利した後、森の石松を加えて、次郎町一家の一員となる。その後、関東牛五郎との壮絶な戦いを繰り広げ、次郎町が勝つ。ありがとうございます。